はいどうもこんにちは、リッチです。さあ今回もフロッサムやっていきましょう。さあ前回ね、バブルトラブルというすごい名前だね。医者がね、加入しましたね。今はね、この子が働く施設がないんで、普通の漂流者と同じ役割っぽいので、まあ移動もちょっとしつつ、研究しよう。この子が働く場所は、この2つかな。で、ここで初めて解禁されたこの、メットポット。ちょっと待ってね。ただ、まあ、終わりかけの方からやろうか。ポイント足んないかな。まあ、移動しよう。で、めちゃくちゃいろいろあるんですけど、だこの薬マークの方は多分、薬があるんだよね。プラスマークみたいなやつが、医者だったと思うんですけど。汚染された森だけどいいんだよね、多分。あ、で、このキノコがね、薬の材料みたい。あ、キャンプの日ね。どうもー。はい。取っといて。食料5しかない。これ大問題ですね。まあ、なのでちょっと向かってるとこあるんですけど。お釣りしてるか？上限がコロコロ変わるね。これ2釣りだね。ちょっと2釣り行きましょう。まだあと干す場所も多分ないんだろうね。まあ置けるとこならどこでもいいか。あ、こことか置きたいけどね。どこでもいたいつも。ここかな。まあ、電気待ちです。まだ全然だね。さあ、釣ってくれ。食料がね、食料が。で、すぐに得る方法として、一つね、海藻サラダがあると。で、これは食べ物じゃないよね。鳥の餌だよね。まあ、これは移動してもいいかな。あ、まあ、取ってないっぽいけど。あ、OK、取った取った。よし、行こう。海藻食べに行きます。まあ、両方行こうか、ここはちょっとね。さすがになさすぎる。あれも、まあ、いっか。かすり程度の場所にしか行こないですけど。で、種はいらないかな。これ入れたまんま移動したらいけるかな。と、一旦削除しよう。で、ここには木のみか。まあ、いらないですね。さあ、これで、すぐ移動、すぐ移動。ですぐ取ると。で、これをこのようにね、どのようになってるんだ？あ、サラダにすると。あ、上にただ置いてるだけか。なんか干してんのかなって思ったけど、ね、海藻なのキャベツにしか見えないですけど、あるいはレタス、いや、キャベツかな。まあ、これ食べようと。で、干してもいるので、こっちね、こっちだよね。何取ろっかな。プラもだいぶ取ったんで、いや、もう一気に進もう。止まる理由があるとすれば海藻くらいかな。で、あと明確な釣りね。釣り船がないからね。こんなとこで止まりたくないけど、仕方ない。さあ、研究ちなみに終わったかな。来たね。そこで行きましょうと。地味に足んないですけどね。魚をグリルします。ちょ、これも行こっか。
これいずれ電気にもできるけど、今多分薪を使うはずで、あれね。この辺で止めるか。まっすぐ行って。まあ、ここでいいかな。さあ、ちょっと増えた。14です。でも11人いるんだもんね。ちょっと不安だな。さあ、レベルアップしている。好きな作業あげてあげるよと。建築ばっかな気するけど。さあ現状だいぶプラの廃棄物が多いから、プラはしばらくいいね。逆に木かな。こんなとこいなくていいや。まず見張りと行きつつの、なんもなさそうだね。あ、もう止まっちゃった。よし、これ取ろう。とりあえず海藻食おうと。で、魚余るくらいじゃないとちょっとなと。あ、でも干してる干してる。さあ釣り好きちょっといると思うんでね。さあですぐ移動できるよ。さあちょっとね、食の内製化をしていかないといけないかな。あ、これが釣り船だ。船の上がいるね。この止める場所がないんで、船だけあっても仕方ないと。なんでまあちょっと先に医者優先すぎてね、置けないのは置けないんですけども、よし、ちょっと水もね、さらに作って。水もでも一気に減るな。安心がない、安心が。でちなみに晴れたけど、これあっちから来てるんだよね。行くならま上の方しかないか。でこのエリア結構ねいいんだよね。町があったんだろうなっていうところで、まず離れなくてもいいと思うんですけど、どこに行こっかなみたいな。こっちでいいか。ちょっと階層、さあちょっとここでね、ようやく、まあ、医者の研究も進んでいくはずなんで、食に向けたいなと。まあ、この辺普通に食べたらまあ毒なんですね。それを治せるドクターがいると思うんで、ね、いけるんじゃないんですかと。フィッシュケバブではこれら焼けないと。でこの魚焼けないんで干すしかないね。プラが結構手に入ると思うんだよな。これ一応ね、廃棄物手に入るんで、多分安定して増えてくるはず。食べなければならない、その過程でプラが手に入る。素晴らしいと。働く人いないのか、もしかして。運ぶ人。あ、そうでもないね。もう釣り場に溜まっててっていうのでもないんだよね。うん、そうだね。あんま、取りまくってないもんな。それ見てください、これ。10人が、もう、2人、3人くらいが、もうほぼほぼ毒。研究間に合うか。